皆様こんにちは。大変長らくお待たせいたしました。私たちは朝霞駐屯地からやってまいりました陸上自衛隊中央音楽隊です。ここ連日本当にびっくりするぐらいの暑さが続いておりますが、そんな中はるばるお越しいただいた皆様、そして足を止めて聞いてくださっている皆様、本当にありがとうございます。私たちの本日の演奏が少しでもこの夏を乗り切るパワーとなれば幸いです。限られたお時間ではございますが、どうぞごゆっくりお楽しみください。私は本日のご案内役を務めます伊藤陸曹仲間あやみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速お送りいたしましょう。実写版が話題となり絶賛上映中のディズニー映画リトルマーメイドよりアンダーザシー、そしてアリエルが歌うパートオブユアワールド、2曲続けてお送りいたします。暑さに負けず全力で参りますよ。それではどうぞ。Thank you.
したアンダーザシー、海の底の賑やかな様子を楽しみいただけたことと思います。変わる変わる出てくるソロに私たちの個性の強さも感じられたのではないでしょうか。続くパートオブユアワールドは、陸への強い憧れを持つアリエルの気持ちを中央音楽隊のソプラノ歌手つぐみまい三等陸曹の歌に乗せてお送りいたしました。続いてお送りいたしますのは、現在放送中の NHK 大河ドラマどうする家康のテーマ曲暁の空です。独特の世界観で描かれている話題の大河ドラマですので、ご覧になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。日本の歴史には欠かせない徳川家康ですが、天下統一までの道のりは決して平坦ではなく、幾度も苦渋の決断を下してきたことがわかります。家康の新しい時代を夜明け、暁に例えたこの曲、江戸の人々の期待に胸を躍らせる様子さえ伝わってきます。それでは改めてご紹介いたします。本日の演奏は陸上自衛隊中央音楽隊、指揮は副隊長柴田正則二等陸佐です。この曲は抜刀隊と不走歌という2曲を元にしたもので、
当時日本で文学の指導に当たっていたフランス人であるシャルル・ルルーによって編曲されました。140年近く経った今なお陸上自衛隊の観閲式など多くの機会に演奏され、陸上自衛官の心、そして陸上自衛隊中央音楽隊の代名詞とも言える曲です。私たちの思いのこもった演奏をお楽しみください。陸軍分裂行進曲です。青春時代を過ごしました。実は吹奏楽界では1年の中で今が一番ホットな時期なんです。と言いますのも、今まさに全日本吹奏楽コンクールの時期でして、全国各地で予選大会が行われています。本日は全国で頑張っている吹奏楽愛好家の皆さんにエールの気持ちを込めまして、2023年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲の中から1曲お送りいたします。曲は天野正道作曲のレトロ。コンクールの課題曲としては大変珍しく、ロックやスイングといったポップス調で書かれたかっこいい仕上がりになっています。私たちも学生時代に戻ったつもりで熱い演奏をお届けしたいと思います。それではどうぞ。Thank you.
ありがとうございました。さて、突然ですがここでスペシャル企画プレゼントコーナー、イエーイ。中央音楽隊はこの春に新しい隊長と副隊長を迎え、新たなスタートを切ったところです。それを機に中央音楽隊オリジナルグッズをいくつか作りまして、その中の一つであります隊員のアイディアで生まれた金太郎飴を本日抽選で当たった皆さんにプレゼントしたいと思います。イエーイ。で、実はもう抽選は終わってるんですよ。と言いますのも、皆さんお手持ちのプログラムご覧ください。で、その左下のところにキラキラお星様のシールが貼ってある方いらっしゃいます？あ、手挙げてください。 ありがとうございます。その方々が当選です。おめでとうございます。で、今副隊長が持っている3個セット、結構美味しいんですよね、これね。マスカットとピーチとイチゴ、美味しいんですよ。で、それでこちらの男性隊員に演奏が終わりまして、このイケメン男性隊員に演奏が終わってお帰りの際にお声掛けください。お渡しいたします。さて、続いてはジャズのスタンダードとして親しまれていますサマータイムをお送りとします。アメリカのオペラポーギーとベスでは、貧しくとも我が子の幸せな未来を願って母親が歌う子守歌です。本日はトロンボーンのソロでお楽しみください。ソロは広実康文一等陸曹です。
ありがとうございました。素敵な演奏でした。さてさて、早いもので本日最後の曲となってしまいました。私たち自衛隊音楽隊は国民の皆様と自衛隊との架け橋として日々活動しております。これからも皆様と共にある自衛隊を目指しておりますので、今後も演奏会に足を運んでいただけるととっても嬉しいです。またこの春から中央音楽隊の SNS も立ち上がりました。入り口の方にですね QR コードあるので、お帰りの際にぜひ読み込んでって帰ってください。インスタグラム、YouTube、Twitter、Facebook ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは最後はこの曲、エルクンバンジェロで盛り上がって暑い夏を乗り切っていきましょう。本日は暑い中最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。 Muchas gracias, te amo mucho。 それではどうぞ。Thank you.
ございます。いや今日も暑いですね、ちょっとこちらから演奏しながら、その一角がですねずっと日向で本当に心苦しいですが大丈夫でしょうか。水分取りながらお聴きいただきました。この都心でのランチタイムコンサートということで平日のこの昼時にもかかわらずこれほどたくさんの皆様にお集まりいただきまして最後まで演奏をお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。このランチタイムコンサートはですね東部方面隊が企画をしましていろいろ陸海空の我々中音楽隊以外の音楽隊もこうして平日ここで演奏させていただいているわけですが演奏する我々からするとですね、他の音楽隊何やってるんだろうなとか思いながらリサーチしながらどこの音楽隊にも負けない演奏を今日はご用意させていただいたつもりでございます。この夏もですね、猛暑そして、気候変動によるたくさんこの前も東北の地方で、豪雨災害等ございましたけれども、いつどこでどういう災害が起きるかわからないなということそして、我々自衛官としては、世界の、一番世界でウクライナの話が戦乱が起きてですね非常に心配をしているところですが実はちょっとこのあと、1曲だけちょっと今日はご用意しておるアンコール曲があるんですけれども、その曲を演奏するにあたってですね、こうして、いろんな心配なことそして、不安なことっていうのは尽きなくてまた自衛隊はそこにいかにしてそこに寄り添ってですね皆様が少しでも安心安全に生活をしていただけるかということに、心を砕いて日々訓練に歩んでいるわけですけれども、今から鶴見山荘の歌でちょっと演奏させていただくのは、歌の虹という曲です。YouTube とかでも演奏したことがありますけれどもその虹という曲は、子ども向けの、曲なんですけれども、どんなに雨が降って空が暗くても、雨の後には虹が出る。どんなに心配なことがあってもそこを乗り越えた先には絶対に希望があって虹が出るんだという、非常に子供向けの曲ではありますが私はその曲を聴くたびに非常に心がじんとする曲です。この曲を、いろんな心配不安とかおありの方もいらっしゃるかもしれませんけどそこを吹き飛ばせるように我々も一生懸命頑張らせていただきますのでこの曲で、カラッと今日は雨は降ってませんけれども温かい気持ちを持ってお帰りいただけたらと思います。本日は誠にありがとうございました。
伸びて涙乾いてくしゃみを一つ雲が流れて光が差して見上げてみれば